大津町駅は、かつて、愛知県名古屋市中区にあった名古屋鉄道瀬戸線の駅である。坂江町駅への延伸工事に伴うお法律区間の廃線とともに、駅も廃止となった。駅の名称は、大津町であるが、資電電停やバス停の名称と混同され、一般には、大津橋と呼ばれることがよくあった。近くには、愛知県庁や名古屋市役所などの官庁街があり、また、 市電、市バス、大津橋停留所や、名鉄バス、国鉄バス県庁前バス停などに隣接していたため、堺や名古屋駅方面への乗り換えが可能で、さらに後年には北側に、名古屋市営地下鉄名城線の市役所駅が開設されるなど、都心北部の交通の要所であった。当駅が廃止された際に、東大手駅が復活した後は、当駅に代わって、東大手駅が、 急行停車駅となり、現在に至っている。名古屋城の外堀を利用した堀割構造の相対式2面2線のホームであった。駅舎は外堀の中とはいえ、売店等を備えた木造の立派なものであり、昭和40年代に増築もなされた。いわゆる、お堀区間では最も乗降客が多かったこと、本町駅にあったガントレットの関係で、 堀川駅までが一つの閉塞区間とされていたこと、同駅までは市電と並行していたことなどから、特急を含め大曽根伊勢に運行される電車の多くが、東駅発着となっていた。そのため、折り返しようとしての渡り線や引上げ線が設置してあった。大割瀬戸方面からの大津町業の電車は、到着後一旦、堀川駅方向へ移動し、折り返して渡り線を渡って、 終わり瀬戸方面ホームに入線していた。現在は駅施設跡として、外堀を渡る大津橋の南詰西側から、駅舎跡地に降りる階段や手すりが残されている。夏には、緑が草深く生い茂り、駅の跡地を覆う。本町駅との間の外堀は、ホタルの名所としても知られている。瀬戸線が敷かれていた名古屋城外堀の内鉄道用地として、不要な部分は、 2012年に名鉄から国土交通省及び名古屋市に寄付され、当駅跡地は名古屋市の所有となっている。地方鉄道法による鉄道変更直後の対象10年愛知県統計書には五楽園駅の記載がないが、一方で大津町駅開業後であるはずの昭和2年鉄道停車場一覧に未だ五楽園駅として掲載されている。AB 松永直行、 名鉄沿線歴史のある風景ホイ鉄道ピクトリアル第864巻電気車研究会2012年7月151ページ ABCDE 今尾圭介日本鉄道旅行地図帳7号東海新庁舎2008年46ページ ISBN 978から41億790万258ますます石毛を 30年前の瀬戸線の駅配線、鉄道ピクトリアルナンバー6 2 4百9 9 6年7月、図を号 P P131、電気車研究会、1996年、特別史跡名古屋城跡の概要、名古屋市五楽園駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。